ジュビロ磐田の18歳大型フォワード後藤圭介、ベルギーの名門アンデルレヒトへの移籍が決定。24年1月から1年間のレンタルで。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。現在日本代表は直近8戦で8連勝と絶好調ですが、それは日本が長年かけて行ってきた選手育成の成果とも言われています。現在18歳になって欧州リーグに飛び立っていく若手選手が増えてきている中、また新たな若武者がベルギーの地へ飛び立つことになりましたので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。まずはゴールの記事から見ていきましょう。ベルギーのアンデルレヒトは28日、ジュビロ磐田のフォワード後藤圭介を獲得したことを発表した。買取オプション付きのレンタル移籍で、期間は2024年1月1日から1年間、背番号は岩田寺と同じ42となる。今季に高校生ながらトップチームに昇格した後藤は、今年2月の明治安田生命 J2 リーグ開幕節で初出場し、2ゴールを挙げる鮮烈デビュー。17歳260日でクラブ最年少得点記録を更新すると、その後もリーグ33試合に出場して7ゴールをマークするなど、チームの J1 昇格に貢献した。大きく飛躍した長身フォワードに関しては、先日アンデルレヒト移籍が間近だとベルギー現地メディアが報道。気泡通り欧州に渡ることになった。加入後はまずユースチームの RSCA フューチャーズでプレーすることになる。後藤は岩田の公式サイトを通じて、スクールから数えたら9年間お世話になったクラブを離れるのは寂しいですが、自分が決めた道なので必ず成功できるように頑張ってきます。そして強い覚悟を持って戦いプレーし、ファンサポーターの皆さんにたくさん良い報告ができるように向こうでも頑張ります。ジュビロ磐田でプロキャリアをスタートできて本当に嬉しかったですし、誇りに思います。これからも応援よろしくお願いしますと感謝と意気込みを伝えた。このようになっています。後藤圭介選手は6月に18歳になったばかりの高校3年生。1年間のレンタルということですが、買取オプション付きということですので、まずは慌てずユースチームで環境に慣れさせてから機を見てトップデビューということになるのでしょうね。今後に期待したいと思います。では次に後藤圭介選手のプロフィールを追っていきましょう。後藤圭介、2005年6月3日生まれ、大型の18歳、出身地は静岡県浜松市、身長191センチメートル、体重70キログラム、右利き、足のサイズは 28.5センチメートル。日本人フォワードとしてとても大型の選手となりますが、現時点では少し線の細い印象を受けますね。今後は体を鍛えて体重も増えていくことだと思います。好きな海外の選手はリオネル・メッシ。後藤選手とは少しタイプが違う感じもしますが、誰もが憧れる選手の一人ですよね。4歳でサッカーを始め、小学生時代は地元のサッカークラブに通うことに。そしてその後才能が認められ、ジュビロ磐田 U15 に入団することになります。高校生になって同 U18 に昇格し、2022年には2種登録選手としてトップチーム登録。そして同年7月20日に天皇杯4回戦東京ヴェルディ戦でトップチームデビューを果たします。まさにトントン拍子といった感じですね。そして今シーズンはアンダー18からトップチームに昇格。リーグ戦で33戦、カップ戦には6試合に出場、リーグ戦7得点の大活躍でチームの J1 昇格に大きく貢献しました。高校3年生でリーグ戦7得点とは称賛されて良い成績だと思います。そんな活躍が認められて、今回ベルギーの名門アンデルレヒトへの期限付き移籍が決定。また一人日本期待の若手が欧州へ羽ばたいていくことになりました。それでは次に後藤選手が移籍するアンデルレヒトというクラブについて見ていきたいと思います。ロワイヤルスポルティングクルブアンデルレヒト、ベルギー一部ジュピラーリーグで最も成功を収めたクラブと言われています。創設は1908年、ホームタウンはベルギーの首都ブリュッセル。
ジュピラーリーグでの優勝回数は32回、ベルギーカップ9回、リーグカップ1回、スーパーカップで10回の優勝を誇る超名門。1935-36 年シーズン以降継続してトップリーグに在籍しています。ホームスタジアムはコンスタン・バンデン・ストックスタディオン。観客の収容人数は 22,500 人と中規模ながら、近年は常にリーグトップの観客動員数を誇っています。かつて同クラブに所属したことのある日本人選手としては、現シャルルロワの森岡亮太選手、後藤選手も今後トップチームに昇格して森岡選手を超える活躍を期待したいですね。なお現在アンデルレヒトの監督を務めるのはデンマーク人のブライアン・リーマ。一昨年シーズンまで監督を務めたヴィンセント・コンパニから後を引き継ぎましたが、残念ながら昨季はリーグ11位と振るわず。しかし今季は15節が終了した時点でリーグ2位と好調を維持。現在勝ち点4差で首位を走る町田浩樹所属のユニオン・サンジロワーズを追撃するのに、後藤選手が今後絡んでいけるのか注目が集まるところですね。日本人としては久々の大型フォワードとして期待される後藤圭介選手、当面は環境に慣れるためユースチームで活躍することになりそうですが、日本人ファンとしては一日も早くトップチームへの昇格と活躍を期待したいところです。今後の動向に注目していきたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。